リベール王国の力でアニメフェスタで配信中の全作品を見放題にしておいたぞ。必ず登録してくれよな。俺が朝まで寝かせない。早く生きがいのゲームがしたいよ。何これ。嫌だよ、星に会えなくなる。どうやら過労で死んで星降る恋のアストロラーベの世界に転生したらしい。貴族の学園になぜか招待された田舎娘の主人公が数々のイベントをクリアしてイケメンな推しを落とすというゲーム。うわぁ、主人公のクリスチャン。ってことは私はディアナ。クリスチャンの恋を邪魔しまくる悪役令嬢。転生できたのに悪役って。ディアナ大丈夫か。嘘、この国の王子シリウス・イベール。天真爛漫でグイグイ来るタイタン的さがたまらない私の推し。やばい、実物かっこよすぎ。どこに行ったんだ、いつものお嬢っぷりは。だって中の私はただの社畜。今夜楽しみにしてるからな。ゲームの序盤にあった親睦パーティーイベント。ディアナさん、王子と踊られるの楽しみです。婚約者のディアナが王子と踊ると思ってるんだ。私ダンスが苦手で。大丈夫、ゲームだと王子はクリスチャンを相手に選ぶから。そしてエンディングでも彼は私じゃなくてあなたを選ぶ。王子、行くぞ。嘘、なんで私と。お前ダンス下手すぎ。ひどい。でも今日はいつも以上に見てて面白いな。それに安心した。元気だってのが分かったから。あとは俺といる時くらいちゃんと笑えよ。その方がお前は綺麗だ。もしかして推しと恋愛できちゃう。でも確か王子の結婚相手に悪役令嬢が選ばれるとバッドエンドで王子が大変なことに。そろそろ戻られては。クリスチャンもダンスを楽しみに。お前以外と踊る気はない。そんな、ダメ。私は悪役で恋敵だから。嫌われるためには。私は王子の部屋で一緒に休みたいな。どうよ、純愛シナリオが売りのゲームでこんなことしてくる悪役令嬢なんて王子もドン引き。なんで照れて。いつもそうやってお前は俺の婚約者なんだから、よとぎも当然だろ。ダメ、このままじゃバッドエンドになっちゃう。これって18禁乙女系じゃないよね。やっほー、みんなお待たせ。アニメ王子の本命は悪役令嬢ブルーレイ &DVD が発売決定だってさ。いや待て、これディアナと王子ばっかり出てくるじゃん。俺をもっと映してくれよ。君が選ぶ結末。